はい、皆さん明けましておめでとうございます。タブチンでございます。で2020年もよろしくお願いいたします。別にね、まあ、特別な動画撮ろうかなと思ったんですけど、今回は普通に洗車動画をお届けしたいと思います。今回用意したのはですね、ちょっとマウンテンバイクの様子を今見てみたいと思います。さあこんな感じになってます。もうタイヤがさ、すごい泥の中突っ込んでさ、もうガチガチに固まっちゃったんよね見てこれ、こんな状況でございます。さあ、こんな状況でね、このケルヒャ、結構シクロクロスの会場とかでも使ってるんですが、これで洗車見したらどんだけ綺麗になるか今回試していこうかなと思います。早速いってきます。ちょっとチェストマウントつけて、チェストのところからめっちゃええやん。半分だけ放置した感じでこんな感じで、3台ついてたのにさすがケルヒャ、さすがやな。
だけ今回あの洗剤も一切何も使わずに、ケルヒャだけで、洗浄をねピョーってやってみました、こんな感じになりました。こんな感じになりました。ピッカピカや。泥のどの字もない。さすがやっぱりねダート系のシクロクロスだったりとかマウンテンバイクの洗浄にはやっぱりむちゃくちゃ便利かもしれません、まあ、ただね、まあ、ロードバイクとかでも使ってる人たまにいるんですけど、あんまり、まあ、あの BB の中だとかちょっと細かいところにもね水がこうむちゃくちゃ入ってきてしまうので、まあ一概におすすめとは言いませんがむちゃくちゃ綺麗になりますすっげえ洗車が楽しくなる道具のご紹介でした。ケルヒャーで自転車掃除してみたらこうなりましたという動画でした、今年2020年もよろしくお願いいたします。ではまた。